県政フラッシュの時間です。就職活動中の子を持つ保護者などを対象にしたセミナーが奈良市で開かれました。このセミナーは事情が保護者世代とは大きく様変わりしている就職活動について知ってもらい、保護者としての関わり方を考えてもらおうというものです。セミナーでは大学で学生らのキャリア支援を行っている三野明弘さんが最近の就活事情について話しました。三野さんは新型コロナの影響でウェブによる就活が増えていることや、企業は選考でどこを見ているかといった就活に向けてのポイントを話しました。また保護者には自分の価値観や考えを押し付けずに良き理解者として活動を尊重することが必要と話しました。セミナーでは県内企業の説明会なども行われ、参加者は就職活動について改めて考えていました。落語を図書館で楽しんでもらおうというイベント、話し家の運転が奈良市の県立図書情報館で開かれました。この図書館寄せは奈良市出身の落語家桂文禄さんがプロデュースしているもので、今回は落語と浪曲の世界と題して行われました。浪曲では真山隼人さんと三味線を弾く曲師の沢村さくらさんのコンビが、時代劇でもおなじみの水戸黄門の逸話を披露しました。国が三つで三つ国、うわ。続いて桂文禄さんがお灸に使うもぐさを売る男が寺の住職の説教中に居眠りをするという、桂米朝師匠以外ほとんど題材としなかった珍しい落語を披露しました。おっさん、これでもまだ起きまへんわ。ああ、そこへ一つ据えたげな。次回の図書館寄せは9月10日に予定されています。ではお知らせです。奈良の夏の風物詩、奈良東海を支えるサポーターを募集しています。奈良東海は奈良公園一帯を毎夜およそ2万個のろうそくで照らします。2022年は8月5日から14日までで、時間は18時30分から21時です。サポーターはろうそくを入れるカップを並べる点灯準備から後片付けまでを手伝っていただきます。参加を希望する方は参加できる日、住所、名前などの必要事項を記入し、ウェブページから応募してください。16歳未満の方は保護者同伴での参加となります。締め切りは7月20日で、募集人数は1日あたり300人です。詳しくは奈良東海の会事務局、電話074221-7515までお問い合わせください。県では奈良市にある県文化会館に新型コロナワクチンの広域接種会場を設置しています。接種対象は県内市町村が発行した接種券を持っていて、前回の接種から定められた期間が経過した人が対象です。4回目接種の対象は60歳以上の人及び18歳以上60歳未満の基礎疾患のある人などです。今後の接種スケジュールはご覧の通りです。モデルナ社製ワクチンの3回目4回目接種は午後2時からです。1回目から3回目接種が対象のノババックス社製ワクチンの接種も開始していて、時間は午後5時からです。予約は24時間受付の予約サイトか、コールセンター電話0570-02-0120で受け付けています。詳しくは県のホームページをご覧ください。以上、県政フラッシュをお伝えしました。